皆様お待たせいたしました。こんばんは。第184回生アットマーク広島アクティブリングの時間でございます。はい。来ましたね。今日も西根屋古江店さんからね、はい、はい、配信させていただきたいと思いますが、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日飲んでるのはスペシャルですちょっと宣伝してみたりして今日なんせね、あのゆかりもね、はい、そう、春になって雰囲気にちょっとわかめちゃんカットに、わかめちゃんカットにでもなんかあの今日のテーマには良かったですね。なぜなら、はい、かきさんがいつもね、うん、MC なんだけど、実は今日は MC なんだけど、実はゲストなんです。ゲストなんです。そうなんです。今日あの私が MC を、はい、でもあのメモしていろいろ暴かれるんですよ。そう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 、いろいろ暴かし、いろいろ解剖するし、そうなんです。やっぱり今あの新しい話、かきさんの活動がね、そう、すごく今、そう、目が離せない、注目の芸能人、話題だけはもう提供しようといいじゃんですか、話題がない芸能人なんてねあんこのないねえ、うん、なんか普通のね、そうそう、まんじゅうのようなもんですからね、もうあんこたっぷりいやだっていつもほら控えめにね、あのゲストを立ててくださって本当にご活躍なのに、そうなんですよ、ほとんどお聞きしてないので、じゃん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 、まず第一弾、はい、ちょっとなんか別の人みたいですね。そうなんですよ、ね、はい、さっきも話したんですけどね、そう、港港にそんなありそう、そう、なんか指輪を必死で外して撮った写真、そう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 結構今ここ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 必死で外して撮った写真、この歌にはちょっと合わないだろうと思って自分で判断してあ、そういう歌なんですね。そういう歌です、うん、ちょうど先月ね、あの、うん、レコーディングした日にまあオンエアさせていただくね。そうです、そうです。その時何も見せるものなかったんで、えー、えー、ええー、そうなんです。 CD もね、今日ね聞かせて聞こうと思ったら、うちのね、あれ直してもらってるはずなのに直ってなくって、うん、ちょっと、うん、聞かせられなかった。ちょっと今ね、その写真をアップにしてるんですけど、うん、なんかまあ始まる前もね、ちょっと私も言ったんですけど、なんかカキさんじゃないみたいなんか騙されそうなそう、やけどしそうでも歌は全然逆ですよ。え、内容、そうなの、燃えるは歌、内容的にはあの、え、騙す歌じゃないですか。騙す歌じゃないです。え、騙される歌、騙される歌でもないですけど、びっくりして、これ答え倒れて、え、騙される、恋に不器用な男の歌ですか。恋に不器用、そうなんですよ、はい、じゃあ、かきたつまるさんぴったりいや、私その写真見てね、はい、なんかあの恋模様っていう名前だし、はい、なんかあの、はい、俺に座るとやけどするぜみたいなことか、あ、それじゃなくて、ね、はい、ま、燃える恋、恋に不器用な、はい、恋に不器用なかっこいい中年。そうですね、まあ、歌詞の一部これ書いてありますけども、うん、惚れた女の心を知らず、花の香りに酔いしれるっていう、どこだかちょっと見せてください私持ってくるの忘れたんですよ、自分でこうた惚れた女の心知らず、花の香りに酔いしれる、かきたつまるが歌い上げる男の哀愁自分の気持ちをなかなか言えないような、そんな感じの、ね、これはバッドボーイズの音楽担当の新助森本さんが作詞、はい、作曲編曲プロデュースされたんですよ、はい、すごいですね、作詞はあと山下美香さんも一緒に、あ、山下美香さんもね、はい、ちょっとかっこいい、はい、お兄さんですよね、うんうん、あの伊藤さんがね、うん、あれなんですよ、あのあれ、かきさん CD をお持ちではないですか、もしくはスマホに入ってないですかって書いてあるんですけど、うん、現実これ発売14日ですよね。そうです、14日なんですやっぱりね、あの18日にジャイブで聴かせていただきたいから、ちょっとね、はい、あの半分だけにすぎました、音はなしで、はい、すみません、プロモーションビデオは昨日アップされたんですけど、それもサビの部分しか出てませんから。あ、そうですよね。え、ちょっと待って、デブさんひどい、しまった、まだ CD 頼んでなかったダメじゃん、買ったぜダメじゃん、デブさんこれでね、あの騙されそうってさっき私が言ったのが、デブさんが騙すのは偽物のオイラの仕事偽かきたつまる、偽かきたつまるさんのお仕事代ますますもってちょっと興味が、あのジャイブで18日に、はい、あの生アットマーク広島アクティブリンクの、うん、
あのね、ジャイブのコンサートの時に歌われるんです。だからぜひぜひ皆さん9時から来て、はい、そうでもあの CD を持たれる方は覚えてきてハモってください。そういう歌でもないですけどね、みんなで歌おうっていう歌でもない。違うんだって。じゃあ心で伴奏あれしてください。そうそう、であの何が楽しみって、18日は生歌を聴けるわけです。そうですよ、CD じゃない。あ、もう衣装は決まってるんですか？衣装は多分このままに来ると思いますけど。衣装はこれです。多分この歌の時、ジャイブでカキさんの生歌ですよ。そうなんです、ね、みんなやっぱりやっぱりね、お酒がいいですね。何がいますかね、お酒は。うん、まあそうですね、バーボンですか。うん、まあ、そんな感じのお酒でしょうね、やっぱり。みんなバーボン片手に来てます、ね、お酒飲みながらカキさんの生歌を聴いて、そうで CD を買って帰る。 CD を買って帰る。来週はぜひぜひ、ね、そう。私ね、だからこの間、はい、今度立ち見になりますよ。だから私この間 CD をね買わなかったんですよ。その18日の生歌を楽しみに。ああ、いいわ、ね、それですごいプレッシャー。いいわね。頑張って。プレッシャー上げすぎです。当日インフルエンザとかって僕休むかもしれない。ガキさんがね、18日もうお詫びをゆかりせないで、2人でライン出してもせにゃいけません。ダメです。もうこの1週間万全な体制で、はいはいはい、あの世界中に配信されますからね、ジャイブからね。あそこ今すごく音質が良くなってるんですよ、うんうん、だからどっかね、シンガポールの人がいいなー言って、そうそう、先輩くださいって言われたらどうするんですか。で CD あのインターネットでも売ってるんですよね。あ、もうどんどん売れてるから早く買わないとなくなりますよね。ぜひぜひ買いに来てください、はいはい、ね、いやいやいや。そう、なんかご質問は皆さん。私が意識で。でも本当これ先月1ヶ月前にだからレコーディングして、まあ今もう今こうできたんですけど、うん、この1ヶ月がすごく長かったんです。もう随分レコーディングしたのがもう1年も2年も前だったようなぐらい。あ、でもね、私もだってあのアミューズさんから、アミューズさんからしませんかって、そうそう、あれからたった1ヶ月なのに、もうなんかあの CD が出たのがもう、はい、だいぶ前みたいな感じしますよ、ね、そう、気分的にもうね、まだだったっけ。まだ発売されてなんか過去になっちゃいけんけん。書き立つさ、今からね、あんなし、あのレコードショップであのビールの台の上でキャンペーンするのに。キャンペーンはないんですか。レコード店もあるんですか。そうそうそう、インタ歌手みたいですね。そう、キャンペーン。キャンペーンは貼らないですか。あ、偽デブさんがね、マネージャーして。だからあの例えばそのキャンペーン中だったらね、うんうん、あの来て歌ってくださいって言ったら歌いますよみたいなのはないんですか。歌わないかもしれないですけども、うん、まあ、トークショーみたいなことはするかもしれないですね。できたらさせていただければ。そして、まあ、その場で、まあ、サインを書くぐらいは、うんうん、まあ、いいよと。なんで歌わないんですか。えっ、そうですよ。で、これね、芸能活動20周年記念の記念ライブですからね。はい、まあすごい。あ、伊藤さんリンクしてくださって、うん、恋模様の、うん、あのレコーディング風景の写真を、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ハードル上がってるな。うん、デブさん。そうよ。デブさん18日来てくださいね。もう口パクにしますからね。いやAKB になるし、こんなのつけて踊らんときはないじゃないですか。でも実際レコーディングはどうだったんですか。レコーディングですか。レコーディングは僕楽しくできましたよ。せっかくの機会なんで、うん、ガチガチに緊張しちゃダメだと思ったんで、まあ、楽しむんで。それはもうね、あの芸能歴が長いからだと思います。はい、いろんなことされてますのでね。っていうか、あれなんじゃないですか。もうそれになったらまた俳優のスイッチが入って。入って。いや、ちょっとでもその辺は違いましたね。あ、そうなんですか。はい、同じ発声でやっぱり芝居で出す発声と歌の発声やっぱりちょっと違うんで。で、ちなみにカラオケの
お箱は何なんですか。そこ行きましたね。ごめんなさい、ちょっとね、しんすけさんが、あらまあ、こんにちは、囲んでくださっていて、はいはい、あ、ここでの表示名は誰だか分かんないけど、いや、分かってますよ、しんすけさん、はい、プロデューサーのしんすけ森本です。緊張して、お越ししますか。それでね、はい、うん、こんばんは、海外への発想は考えてなかったなって。いや、これね、利用的には海外へ通じてますから、はい、通じてますよ。森本さん、海外への発想も考えてます。そうです、そうです、そうです。で、お箱は、あ、ごめんなさい。お箱、うん、よく、まあ、歌わせていただいているのはチャゲアン・ナスカさんの歌ですね。そういう年代の声量があるんですね。安全地帯とか、その辺の、あら、だって安全地帯もお上手なんじゃんか。声量がいるじゃない。そう、じゃあなんかすごいドキドキしてきた。 18日のコンサートがもう目がハートになってるかもしれない。コンサートになっちゃった。コンサートじゃない。そう、1曲しか歌わんのんじゃった。もう3回歌ってもらうよ。本当に形成しそう。ガキさん、形成復帰しないでください。ミスデブさん出番です、来週。来週本気にデブさんに偽ガキたちが来ないけど。そう、死にかったガキ。まあでもね、デブさんがね、俳優として歌手を演じたということでもないんだって、うん、ああ、そういうのちょっと違いますね、やっぱね、うん、ある意味新鮮な部分がやっぱりあるんで。あ、はいはい、歌手ってどんな気分ですか。まあ、歌い方はこういう歌い方してるのかっていうのは僕は勉強になりましたね。やっぱりそのボイストレーニングさせてもらったりとかした時に、あ、やっぱり長い間ボイストレーニングされてる。それなんかしてないですけど。あ、でもそれでも歌えるということはやっぱりチャギアンドアスカルだよね。今までカラオケで歌ってた時はまあ、CD とか聴いたものはそのまま聴いたのを歌ってるわけじゃないですか、でも今回いろいろ歌詞の時にこう歌ったらいいわ、歌ったらいいよって言われた時に、はあ、なるほどと思いながら。あ、そうか、だって見本がないわけだもんね、はいはい、自分のオリジナルだから、はいはい、だってチャギアスでも何でも一応聴、ね、いてしまうから、ね、はいはい、どうしてもね、はいはい、だけどまた作り上げていくわけですからね、はい、そうですよね。あ、うん、例えば思いますっていう言葉も、まあ、うん、セリフだったら思いますって言うけども、うん、歌だったら思いますっていう、思いますっていう歌い方だったら、そうか、やっぱりちょっとこう、耳に残るというか、はい、逆にそれはまず芝居でも僕は使えるかなと思いながら、ちょっと厚みが出るんで、言葉で、これいいこと知ったなと思って、うん、そんなのがあるんだ、やっぱり違うんですね、やっぱりね、へえ、どうですか、プロデューサーの新助森本さんは。まあ、結構細かい方ですよ、あんて。いや、いい意味でね、いい意味で、いい、まあ、聞かれてますからね、はい、今ね、いい意味で、はい、いい意味で、はい、もう悪い意味でも、で、私、おまけに言ってみました。まあ、でもやっぱりね、一応一つの作品を世に出すわけだから、はい、そうですよ、あだよろそばではね、うん、ちょっとずっと残るじゃないですか、はい、CG という形でね、そうです、そうです、そうです、だから、うん、カキさんが歌ったのだとかね、うんうん、森本さんがプロデュースされたものだってずっと残るから ね、 残るからね、やっぱりちゃんとしとかんといけん、うん、あ、なんか、あ、しんすけさんがね、うん、海外って送料が CD 本体より高いかもですね。いいんですで、CD の売れ行きを見て、iTunes ストアでも販売できたらいいでね、そのために皆様よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そうよ、それで、ニセデブさん、さっきほら、あれですよ、ニセカキたちの、ここで俺らに来る。はい、来ますね。そうよ、うん、だから、来週は、やっぱりニセデブさんっていうか、ニセカキたち丸さんもスタンバイしとってもらおうので、うん、今何かあった時の、そうそう、インフルエンザがね、そう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 言っとっちゃった。そうそうそう、舞台に穴を開けられて。そう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 。うん、よろしくお願いします。でも、歌手ってね、また歌手、え、これでもなんでまたその20周年の歌手だったんですか。もともともだから1年以上前に、まあ、うん、これには僕の歌以外にもその、はい、先日ねさせていただいたアミューさんのところでやってる甲冑ウェディングの中で使われてる曲のボーナストラックが入ってるわけですよ。で、まあそれをまあ、そういった作品にしたい中で、うんうんうん、まあ、実際その甲冑ウェディングも出てるんで、うん、カキさんの登場シーンの曲だとか、うん、もう全然歌っちゃえばみたいな感じのところもあって、うん、できたものなんですね、うん、はい、はいはいはい、あの恋模様に、恋模様オリジナルカラオケがあるから練習できるんです、これ
あ、ありますね、はい、はい、あります、あります、あります、できます。じゃけ、今年の年末は、みんな恋模様、広島はね、そう、恋模様を歌うんよ、はい、ね、ね、恋模様で、じゃ私も覚えましょう、ね、私は女性でも歌えるんですか。ちょっとキーが低いかもしれないね。あ、はい、まあ、ちょっとキー低いから大丈夫ですか。はい、私無理だ、はぁ、言って、はい、ね、楽しみです。デブさんが、ちょっと、おかしい流れになってます。いやいや、あの2000ってついた以上はね、もう徹底してやっぱり黒子をしなければ。うんうん、そうです。ああ、でもなんかね、あの楽しみなので。楽しみなので、うん、ね、うん。でもまたゆかりんあれですね、かきさんはその歌詞だけじゃないんですか。そうなんですよ。はい、ね、これもね、さっきね見た話をしてたんですけども。はい、かきたつもあるのアクティブプレインセミナーっていうのをやっておられるんですよね、はい、4月の、これはもう言っていいんですか、ね、いいですよ、4月の27日、うん、土曜日28日に広島工業大学広島校舎で、はい、はい、定員12名で3回 3万5000円でやられましたし、はい、2日で2日でセットですね、セットですね、うん、5月25日、26日も同じ、はい、6月8日、9日も同じ場所で行われます、はいはい、定員が12名ですので早めに、はい、まずそういう内容はどんなのかなって思われたら今から聞いてください、はい、説明いたします。はい、かきたつさんです。あの、まあ、記憶術と人間学の合併したセミナーなんですけど、はいはい、記憶術、まあ、記憶をしたいという方はいろんな思いでいらっしゃるんですけどね、そもそもではなんで記憶を良くしたいのかっていうところなんですよ、結局、まあ、受験勉強とか資格試験を取るために記憶を良くしたいんだっていう方は、まあ、そこで行きたい学校に行って行きたい会社に行って、まあ、自分でやりたい仕事ができるっていうところで結ぶわけ、人の名前をたくさん覚えたいっていう人も、人の名前をたくさん覚えることによって仕事を効率化上げて、それに値する報酬をいただいて人生を豊かにしていくっていう、結局そういうところにつながっていくんで、窓口は記憶術ですけども、最終的に人間学の実は話をさせていただいて、これ1日でそんなにこう記憶力がアップするんですか、1日目、いや、ここにね、はい、第1ステップベーシックコース1日目、記憶力を向上させるための目的を明確にしよう、記憶とかは何と何かを知ろう、自分の記憶力の実験をしてみよう、記憶を飛躍させる6つの基本的な考え方、記憶の基礎としてのイメージ連結法の習得、ホームワークって6個のなんか講義があるみたいで、はいはいはい、これでバッチリ、バッチリです、バッチリ、はい、まあ不思議、かなり年齢が高くても大丈夫です、はい、脳がこう眠ってたところがブジュブジュブジュっとこう湧いて出て、まあ、ぐわーっと開いていくようなイメージですけども、脳が開いていくよね、よく例えばその頭を良くするってわけじゃないんですよ、もともとそういう能力があるのをみんな知ってもらうってものなんで、だから例えば私みたいなない人もあるんですかね、あります、大丈夫です、よく脳をリニューアルするんですかって言うけどもそうじゃなくて、もともと誰も入ったことがない部屋が大きなすごい宮殿が実は脳にある、あるのはあなたしかなかっただけですよっていう感じのものです。それを実証する。だから要するに使ってないっていう。そう。使ってないところを使えるようにしますよっていう。もともと記憶法自体は2000年前の歴史があるわけですよ。今誰かが作ったってものじゃなくて、2000年前からそういう記憶法があるんですよ。それを知らないだけなんですよ。はあ。それを知ると、あ、こんな簡単にできるのっていう、まあ、五感に感じた時っていうのは実は記憶に残りやすいんです、うん、例えばおいしいだとか楽しいだとか悲しいだとか、確かに記憶に残る、はい、だから昔のその忍者なんていうのは、うん、当時はデジカメとかなかったですから、忍び込んだところでいろんな間取りを覚えたりだとか、その宝物の形を覚えたりとかするときに、その記憶を使ってたんです、自分の体にちょっとこうやってナイフで刺すことによって痛いってなるじゃないですか、それ痛いと感じた感情とともに記憶するんです、だからその傷を見れば思い出すわけです、あ、なるほど、それ、まあ、それは極端な例ですけども、確かにね、その覚えようと思って覚えるのはなかなかできないけど、はい、まあ覚えようと思わなくてもなんかその記憶と何かが連結してるとものすごく覚えてますよね、確かに。例えば10年前に旅行行った時、なんて楽しかったね、もう一回行きたいね、あそこねっていう思い出話ができるってことは記憶に残ってるじゃないですか、でも4日前のじゃあ朝ごはん何でしたって言われた時にうーんってなるのは、
そういうところですね。なるほど。ちょっとなんかパフォーマンスしましょうかね。はい、お願いします。なんかあれですよ、はい、あの伊藤さんがね、はい、この夏、書き立つクールとセット販売はあるかもしれませんね。はい、それからこのデブさんが、はい、人の脳は普段から 100% 使ってないとは言いますよね。そうです、そうです。はい、あ、確かに。はい、じゃあパフォーマンスをしていただきましょう。はい、じゃあ今から10個の、本当は20個ぐらいあれば一番いいんでしょうけど、まあ時間の関係上10個ぐらいの言葉をじゃあさっと覚えるっていうのをやっていきましょうね。はい、で僕が書いちゃうとあれなんで、すいません、今書いてください。今から字、はい、間違えたらごめん。いらっしゃる方とか、あとツイートでもいいです、はい、何でもいいですが、言葉を、まあ、なるべく分かりやすい言葉がいいですね。あのみんなが知ってるような言葉、電気だとかコーヒーだとかカメラだとか、そういったものがいいですね。アラビア語とか言われても誰もわからないんで、何度もいいです、その10個挙げていただければ。はい、伊藤さんはね、最近めっきり脳のシワが伸び気味の私でも160ワードを記憶して空で言うことができましたよって、はい、伊藤さん自己していただきました。18歳の子にスピードでは劣りましたが記憶量としては対等にって、はい、へぇー、160個ってことか。160個よう覚えられるの。私無理じゃね。うん、でも全員できるようになります。ただ、まあ、それを覚えるのは目的じゃないんで、この言葉を覚えたとか、僕だから今10個覚えたからといって明日からじゃあお金持ちになりますかって、そんなことないわけですけども、脳、うんうん、の使い方が知っとくと損はないんですよ。じゃあ言いましょうか、みんなあれしてない。何でもいいですよ。私から。あ、言えばいいですか。なんか言葉言ってもらえば、それ思いますね。あ、ほんま、うん、じゃあ本箱、はい、じゃあ書いておいてください。うん、じゃあ富士山、富士山、それから世界史世界史、はい、おばあちゃん、おばあちゃん、それからエクアドル、エクアドルエクアドルって国でしたか。国ですね。はいはい、じゃあね、ヒロデン。はい。今いくつですか。6個。6個ですね。はい。そしたらば、鯉のぼり。鯉のぼり。うん。じゃあ、水場所。今いくつですか。8個。あと2つ。うん。じゃあスパゲティ誰か書いとって、書き込んだ。あ、今ないですね。あ、いいですね。はい、じゃあ最後、最後、おはぎ、おはぎめくらくな、はい、はい、はい、じゃあですね、1番何々、2番何々と言ってほしいんですけど、1番何々って僕がはいって言ったら次2番何々で、僕がはいって言ったら次3番何々って言ってください。でその時に僕が覚えるスピードと覚えてる姿を見てもらえればと思います。要はそれに番号ついてくる。これ1番、はい、1番言って私が言うんですか。はい、1番何々、はい、1番って言うんですか。1番何々って言ってもらって、僕がはいって言ったら次2番何々、はい、あ、私が今から言うんですね、はいはい、でもそれ番号つけとかんと下に行った時に、まあ、ついてます。あ、ついてます。1番本箱、はい、2番富士山、はい、3番世界史、はい、4番おばあちゃん、はい、5番エクアドル、はい、6番ヒロデン、はい、7番こいのぼり、はい、8番水場所、はい、9番スパゲッティ、はい、10番おはぎ。もう一回言ってみましょう。多分もう大丈夫なんですけど、もう一回言ってみましょう。はい。1番本箱、はい、2番富士山、はい、3番世界史、はい、4番おばあちゃん、はい、5番エクアドル、はい、6番ヒロデン、はい、7番こいのぼり、はい、8番水場所、はい、9番スパゲッティ、10番おはぎ、はい、はい、じゃあ行ってみましょうか。行ってみましょうか。はい、1番本箱、はい、2番富士山、3番が3番が世界史、はい、4番おばあちゃん、5番がエクアドル、
6番がヒロデ、7番が、おー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 、なんですか、ヒントだったんですか、7番が、イラカのな、あ、こいのぼりだ、はい、で、8番が水場所、9番スパゲッティ、はい、10番がおはぎ、はい、逆からいくと10番がおはぎ、9番がスパゲッティ、はい、8番が水芭蕉、すごい、7番が鯉のぼり、すごい、6番がヒロデ、5番がエクアドル、はい、4番がおばあちゃん、はい、3番世界史、はい、2番が富士山、はい、1番がホナ、ええー、何番適当に聞いてもらっても出ます、すごい、8番はって言われて、8番は8番は水芭蕉ですね、じゃあ5番は5番はエクアドル、お、じゃあ3番は3番は世界史です、はい、じゃあ2番は2番は富士山、はい、まあこんな感じで、これがまあ今10個でしたけど、はい、20個、30個、じゃあさっき伊藤さんが180個なんとかって、160個っていうのは、はい、そんな感じで160個覚えたってことですか、1号何回順番にバーッと160個入れる、びっくり、そういえばさっきね、デブさんが雪柳って書き込んでくださったんだけど時差があるがためにごめんなさい、ごめんなさいね、18日で雪柳実際はセミナーの時にパフォーマンスこの中でやるんですけど、その時20分やりますので、すごい、ただこれが全員できるようになるんですよ、2日か2日目の帰る時、全員できるようになる、しかも反対側から言ったでして、そう、今ケーキ屋さんがおーパチパチパチって、そう、できたという実体験を身につけながら仕事に役立つ脳活性化なんですって、人間力を高めます、社会人力を高めます、記憶力を高めます、記憶術を体得することで新しい頭の使い方の発見ができます、結局今のやっぱり若い人っていうのはその自信がないからかなかなか自分の思うということを言わない、みんなと同じじゃないと落ち着かないですね、そういうところやっぱり自信をつけてほしいのもあるし、まあ、我々の年代になってくるとやっぱり物忘れが激しくなってくて僕なんかもあるんですよね、あ、ハサミがないなと思って隣の部屋に取りに行った瞬間に何してきたか忘れる、そういう人たちにこれはできる、これはできない、これはもうできないって決めつけてるものが本当はできるかもしれないんですよっていう、さっき言ったまあ伊藤さんが言った160個の言葉を覚えるなんて、そんな無理無理って思うじゃないですか、でもできるんですよ、それが2日目を、まあ1日目、まあ2日目の朝にも全員できるようになってるんですけども、でも私しっとりできんかったら恥ずかしいよね、いやでも全員できる、はい、デブさんがね、関連付けってさっき言ったそのイメージ連結法って話があったんですけど、1日連結法、はい、まあいろんな方法があるんですよ、記憶の基礎としてのイメージ連結法の習得、うん、なんかね伊藤さんがね、私もまだまだ捨てたもんじゃないな、もっと頑張れるって自信につながる気がします、ね、例えばコーヒーの名前なんていうのもいっぱいあるじゃないですか、そうです、覚えられないですよ、カタカナで、そう、ね、もう毎日のようにね変わって、とあと、まあ、国とか味とか、うん、いろいろそういうのを覚えなきゃいけないときに使います、そうですよね、よくほらワインのテイスティングとかね、うん、でなんかいっぱいいっぱい言おるけど、あんなんよく覚えるなって、そう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 、こうやってパフォーマンスしてるときに、うん、まあいろんな言葉言ってもらう中で知らない言葉も出てくるわけですよ、ね、それもあるけども、聞いたからにはそれはちょっとごめんなさいって、うん、本当に分かんないときは言いますけどね、うん、でサッカーの選手の名前とかやっぱり出てくるわけですよ、でロナウジーノとか、まあ、知ってる人は分かりますけど、どこの国の人でどんなサッカーするの分かってるけども、うん、知らない名前の例えばイブラヒモビッチとか言われても誰それっていう時、でもその名前、うん、もう忘れた、うん、覚えられんもん私、それが覚えられるんですよ、うん、はい、イグなんたらって言っちゃったしか覚えてないイグしか覚えてない、もういやでもそれすごいちょっと魅力的な、だから短期記憶と長期記憶があるんですよ、短期記憶ってちっちゃい袋の中にみんな一生懸命いろんなものを詰め込もうするから、ああ覚えられないよ、私記憶力ないって言うんですけど、長期記憶のどう大きなところにいくらでも入るところに入れれば、今僕覚えた10個は多分1週間ぐらい忘れるんですよ、あ、そうなんですか、なんかほら短い時間で、まあ、一夜漬けですよね、はいはい、試験で言えば一夜漬けはすぐ忘れるじゃないですか、はい、そうね、1週間も覚えてられるってすごい、まあ、これ覚えたからって何の意味もないんですけどね、その覚えてるってことがすごい、うんうん、そういう方法を知ってればね、うん、いろんなところで使える、いやもう私ね、本当仕事で覚えなきゃいけないのも山ほどあるんですけど、
本当に忘れるんですよ、うん、でね、もうなんかあのいろんな指示も忘れるし、うん、で何が今一番困ってるってね、しまった場所を忘れることなんですね。別に書類をね、その、うん、なくしちゃいけないからと思って、うん、あのやっぱりきちっと整理しとかなきゃと思って、すごい整理して、うん、ファイルもきちんとファイルしてるんだけど、うん、そのファイルをどこに置いたかがわからないんですよ。ですね、うん、もう本当にね、もう仕事のね、3分の1ぐらいずっと探し物です。そうよ、私もそう。ケイケイさんがね、うん、記憶はいつまで持つのでしょうかっていうのと、うん、デブさんが4番はシワでおばあちゃんと覚えましたけど、そんな感じなのかな。でも160どころかね、5個も無理。そうよ、私なんかもう忘れたわ。だってそのただの関連付けだったら、その関連付けることも覚えなきゃいけないから、うん、ぐちゃぐちゃになっちゃう。そうそうそう、頭がね、だから単なる関連付けとは違うかな。いろんな方法あるんですよ、1個だけじゃないんですよ、4つ5つあって、で僕はベーシックコースを使ったんですけども、その後にアドバンスコースを、アドバンスコースっていうのが、そこ行くともっともっとすごくなります。どんな数値でも大量に瞬間記憶を行う 数字転換法、脳のメモリーを飛躍的に上げるスペース記憶法、どんな文章でも瞬時に覚えることができるイメージスピーチ法だって。それイメージスピーチ法ちょっと興味がある。だって文章だから本当に覚えられないし、30分間スピーチするときに何も見ずに喋る方法があるんです。30分間ですよ、はい、相当な量ですよ、はい、だって大体原稿用紙1枚でもう 2,3 分ぐらいだから30分、うん、あ30分ごめんなさい、10分ですよ、10分です。でも10分でも原稿用紙言ったら10枚ぐらいですよ、うん、覚えられるんですよ、うん、はあ。あとよく歴史なんかで年号を覚えなきゃいけない、はい、さっき言ったデブさんが言ったように本当に語呂合わせで覚えるじゃないですか、でも語呂合わせがうまくいかないとこと覚えづらいじゃないですか、そんなも全部できるようになります。いや、はあ、それはだからそのこれをやりよったら脳がこう目覚めてくるわけですか。そうですね、まあ、人にもいろいろ伝わると思いますよ、うん、やっぱりそれはすぐできる人もいれば時間かかる人もいますけども、うんうん、最終的に全員できるまでもやりますから、私補習補習で帰れんから泊まり込むかも。大丈夫です。でもね、まあ、あの こんな人初めてですって言われそうだけど、周りからな、ね、でも本当にそれちょっと興味があるわ、ね、もうとにかくね、仕事の能率をすごく上げたいのに、まあ、忙しいから、だけどね、もう本当3分の1ぐらいもうずっと探してもらう、もう本当にこの探しする時間がもったいないわって思うんですけど、もうね、大事な書類をきちんとしとかなきゃと思ってしまったその場所を忘れるし、それからあの指示とかなんとかね、例えばこれはこうだよって打ち合わせした内容でも忘れてまた同じことを指示したりとかね、でその途中で、あ、もしかしてこれ前に言ったかなとかね、で、あの私ちっちゃい時ね、よく母がいろんなことを言うて聞かせてくれよったんだけど、同じことばっかり言うんですよ、これ昨日も聞いたとかって、でそしたら、え、そうだったかいねって言うけど、うんうん、今自分が同じことを、うん、あのしてて、そうなんよ、また同じことを言うって言われる。そうなんよ。でもまた同じことを言うって言ったってことはですよ、その聞いた人はその記憶が入ってるわけじゃないですか。そうなんよ。ああ、そうですね。でも何回も何回も同じことを言うっていうのは記憶に入る一つの方法でもあるんですよ。ああ。私なんか息子にね、なんかいろいろ話聞いて、え、そうじゃったかねって言ったら、100回ぐらい言うとるって残ってないことなんですよ。あの伊藤さんがね、高校生たちにも受講のチャンスがあるといいですねっていうのがあって、ああ、そうですね。それから、経験さんはね、芝居のセリフとか完璧ですね。完璧ですね。だからデブさん、あ、デブさんはあの伊藤さんと会話してるんだ。おいらの脳はくだらない猫ネタブログのためだけのもんですから。面白いですね。興味のある方はぜひぜひ、あのこれ、この申し込み書はインターネットからでもプリントアウトできるんですか？はい、できます。あれ、だからこれを柿田さんのところに申し込みに行かなくてもインターネットで申し込むことができますので、はい、興味のある方はぜひぜひ。すごい面白い。今柿田さんがね、実際にやってみてくださったんですけど、アクティブプレイ。その名前でも大丈夫だ。実はこのセッション、まあ、セミナーの1日目の午前中にその人の名前を覚えるセッションがある。
ダメ、もう聞いただけできとないなってきたと思うでしょ。できた時どう思います、それが。嬉しい、だっていっぱいあるじゃないですか、顔でね、顔、お客さん来る顔は分かるのに名前が出るんでね、一生懸命言うたらいつも外れるんですよね。田村さんから違いますそれがでも無理と思うけどもできるんですよ、実はできる力持ってるのに、できないと思い込んじゃうと無駄的にできるんですよ。あ、だからそのイメージとしては、要するに本当はできるだけのスペースを持っているそこを、はい、ちょっとこう使うコツというか、はい、う開けるコツというか、ね、そういう感じかな。だから僕が頭を良くするようなセミナーじゃなくて、例えば自転車に乗れますよ、乗れますよっていうんじゃなくて、これ自転車乗れたでしょっていうところまで一緒にやっていくので、うん、はい、まあ、そうですね、自転車でイメージで言えば、まあ、私は絶対無理と思ってたら、まあ、乗れないんだけど、うん、ちょっとコツを教われば、まあ、はい、乗れるようになるっていう、はい、そのコツですね。人の名前の覚え方も実際みんなでやりますから、はあ、でこれ全員できたよ、うんうん、だそうです。いやそれちょっとなんか興味が、うん、もう一回なんか日にちはいつでしたっけ。4月の27日の土曜日、28日の日曜日があります、うん、はい、で5月の25日の土曜日、26日の日曜日、うん、6月は6月の8日の土曜日、9日の日曜日、うん、今のところだから月に1回、1回ぐらいのペースですね。で場所が広島工業大学広島校舎の402号室です。中島町にある生落語の、そうですね、あるところですね、あそこのお教室です、4階の、はい、バスでも車でも3階まで、うん、便利ですよね、うん、とっても便利な場所です、うん、はい、なるほど。でもこれあれですね、あまりにもその、まあ、カキさんは一人なんだけど、うん、カキさんの中にあるいろんなタレントの部分もまあこうね使われてるんだろうけど、うん、俳優とか、俳優もやり、ええ、そのセミナーもやり、ええ、から歌手もやり、ええ、から他いっぱいありますよね。そうです、そうです。どう成り立ってるんですか。どう成り立ってる。やっぱりメインは俳優であるかぎりだから。俳優やってることによって結局できてる部分もあるんですよ。いろんなことが。これもいろいろ、まあ、ちょっとしたイメージをみんなに見てもらいましょうっていうふうに僕が演じてみせるわけですよ、いろんなことを。それで赤木さんがやったイメージが記憶に残るじゃないですか。だからそれはまあ俳優やってるからそういうことができるのかなと思いますし、笑いヨガなんかもそうですよね、結局笑うってことはなかなか僕もしてなかったですけど、笑いヨガでこうやればおかしくできるよねっていうのはやっぱり僕は恥ずかしがってたんだよね、いつもはずっと皆さん笑えないので。僕自身が笑うの恥ずかしがってやってたんで笑いヨガにならないですからね。それはまあ根本はやっぱり俳優やってるっていうところから来てるんだと思いますね。まあじゃあ最もの基本が俳優。そう、俳優。だからもうその根本の俳優の部分っていうのがあっての、はい、いろんなものっていう。そうですね。あとはまあ、ね、自分が面白いと思ったことは必ずしもみんなが面白いかどうかわかんないですけど、僕が面白いと思ったことをどんどん広げたいなと、いうのがあって、やって、はい、そういうのがあるとどんどんやっていきたい。だからで今年力を入れられているのはこのアクティブプレインセミナー。はい、そうですね。広島在住の認定講師は僕しかまだいないので。広島で1名の。今ね、久しぶりに拝見していますって北村弁護士が。ああ、お元気ですか。いや、確かに。ぜひいかがでしょうか。まあ、それこそ弁護士さんなんかすごい記憶しなきゃいけないじゃないですか。ね、いろんなことで、ね。で、18日ぜひおいてください。個人的に。恋模様のキャンペーンがあります。コンサートではあります。さっき言われた。キャンペーンがあります。ジャイブで。はい、そうですね。で、はい。まあ、でもずっとそれは続けてらっしゃるんですね。はい、このはい、ですから一応6月までがの予定があるけど、またね、この間ちょっと夏の間、はい、この間ちょっと土日が忙しいからでもこの後も続けられるので、1回は広島でやろうかなと、はい、それ以外の地域でも広島以外でも声がかかれば、はい、4人か6人かも集まればもうそれで、5人か6人以上でしたら、はいはい、できるということですね。ちょっとお小遣い貯めて受けた。そうです。筆記具とストップウォッチがいるみたい。秒針付きの時計。はい、うん。ね。
かさ、ちょっと、はい、なんせね、もう探し物ばっかりしとったら仕事にならなくそうですよ。そのちょっとね、私ね、最初見た時3万5千円と思ったんだけど、うん、その価値があるっていうことですよね、うんうん、ありますあります、はい、あるんだそうです、はい、大人の方も子供の方もとても価値のある、うん、はい、あのね、これはアミューズ、14日の発売日には、はい、21時よりアミューズより配信しているみゆきに、みゆきにドレスに、カキさんがゲスト出演。あ、そうなんですか。あの、観覧歓迎ですって書いてあります。ねえ、見た、皆さん、ね、聞きたい方ぜひどうぞ、はい、アミューズさんのみゆきにドレス、はい、はい、でね、デブさんがね、自分が面白いと思ったのは必ずしもみんなが面白いとは言えない、それはオイラのネタいやいや、デブさんのネタ面白いですよで、もう一つお聞きした、このね、主催お問い合わせは、はい、広島イベント参加隊、カキタスマルって書いてあるんです、うん、この広島イベント参加隊って一体何なんですか、はい、まあ、広島のイベント、自分たちが主催するイベント以外にもいろんなイベント、大きいイベントか小さいイベントから、そこを盛り上げようという、まあ、団体で、だからみんなでじゃあお客さんとしてあのイベント行ってみようよだとか、あるいは自分たちがこんなイベントするんですけど来てくださいねなんていう話を、まあ、この隊を中心にやっていければ、今ね、すみません、僕人数数えてなかったですけど、47、8人集まりました。広島県じゃない方もいらっしゃいます、で、いろんな方がこう不特定多数でいろんな、まあ、あのフラワーフェスティバルとかなんたらっていうところにまとまってこう行っていろんなことをしてこう盛り上げます。でもともといろんな職業の人がいるじゃないですか、ですからなんかこういうことやりたいねって時に、じゃあ僕はこういうことやる、うん、こういうことやるっていう、それぞれの人が自分 の, その持ち味というか得意分野をやってもらうことによってまた一つのものができるんじゃないかと、まあ、これなんか実際それなんですね。あ、まあ、いろんな才能が集まって作られたそうですよね。あ、そうなんだ。そういえばね、そのブラリセミナーのことでね、カマキアイさんがね、土曜日午前をどうやってサボるか、それが問題土日だから、ね、そうなんですよ ね, そうね。だってあの先生、土曜日の午前中仕事じゃん、まあ、いろんなパターンを今度作ろうと思います。例えば日曜、まあ、2日のセミナーですけども、日曜日やって次は翌週の日曜日とか。でも忘れるじゃん、脳のか忘れないんです、それが。あ、1週間ずれても、あ、それいいかもしれませんね。そういう方も今後はやっていくと思います。だって、カマキアイさんね、メイでらっしゃるから午前中サボってもらって困るんですけど、サボったらね、これでね、それはまずいです。いけんじゃん、サボっちゃいます。まあ、でもそのね、イベント参加隊の、はい、あの方々 の, そのコラボもね、はい、今日だってもらいたいという方も隊員の方いっぱいいらっしゃいますから。そうなんだね。ミュージシャンも多いってね、言っておられましたね。やっぱりその才能を持ち寄ったら、まあ、単独でやるよりは才能を持ち寄った方が素敵なことができやすいですね。そうですよね。厚みもできますしね。こうやったら入れるんですか。別にもう入りたいですって入れちゃう言っていただければ。そうなんですよ。でその人の得意分野で活躍するわけですね。だから例えば自分は写真も出て名前も出したいってなったら、ホームページがあるんですけど、広島弁さんの方に、そこにはもうみんな写真入れる名前で出してますし、私は別に写真はいいですんだったら名前だけ載させていただいてます、で、何かこう、この人は何かできそうだなって言ったら、なんかこうプロダクションみたいなこうなんかあるわけですか。そういうのも、まあ、でも自分が勝手にこう、そういった機能も持ってますよ。例えばこういったコマーシャルの依頼があったんだけど、誰か出るとか。じゃあいいかもしれない。なんか自分はそう、ね、私らもね、いいかもしれない。いいから私ら登録しようよ。そう、ね、うん、例えばあのカキさんが新しい CM するときに、うん、ちょっと後ろでこうやって叩くとか、ちょっとお前役いませんかって言われて、そう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 、私も負けずに使ってください。ショートカットのおばちゃんの色とか。じゃあ、あの、Facebook の中のグループページがあるんですよ、いらっしゃる方で。そこからじゃあ、まず招待させていただきます。あ、はい、ぜひ。私も負けずにしますので、2人。2人で。はい。ホルテさん、どうする。あ、ダメ。いいそうです。ありがとうございます。ね、デブさんがね、はい、俳優さんやら、ミュージシャンやら、偽物やら。あ、
伊藤さん1単位でありますね。もう単位なんだ。あ、そうなんだ。ちょっと私らも単位に。単位になって、まあ、私らこの方々ほど才能があるかどうかちょっとわからない。クミちゃんはあるけど、私何もないんじゃけど、どうしよう。3年の夏に書きたスクール出したのも、ユビントさん方にお父さんとそれもいろんな案をいただきながら、ね、どうすればすればっていうのを。これはだけなんかリーダーみたいなのがおってるんですか。自分が代表になってますけども、リーダーで、あとはみんなじゃなんかこう組織図がとか、なんか隊長がおったり顧問が隊長と顧問がおったりするまだそこまでうまく分類できてなくてですね、はい、で他の方のイベントももっともっとどん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 その告知したいんですけども、あのどうしても最初僕最初に隊員僕一人になってますから、まだまだ告知するべきものが 僕中心にどうしてもなってしまってるんですけども、あの言っていただければどん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 ホームページも載せますし、Facebook ページでも載せますし、例えばそのイベント参加隊の人たちによる何かイベントみたいな、そういうというか考えようと思ってます。面白そうですよ ね、 ね、みんなそれぞれ最初の場合だからね。そうそうそう、そうですよ、秋ぐらいに、だからちょっとこの僕が困ったなと思ったらこれこうすらいいですよって言ってやりますよって言ってくれる人が出てくるので。あ、そうなんだ。逆に例えばこういう人の助けが欲しいって言ったら、そういうのもね、あ、じゃあ僕助けになるかも、そうあるかもしれない、ね、みんながね協力し合ってね、できるかもしれないですね、広島をねやっぱり盛り上げないといけないから。そうですよ。あ、なんかね、光かけ橋、はい、光かけ橋さん、はい、はい、こんばんはって、はい、で、配信状況悪いな、そうなんですよね。あのね、なんでも知らないけど、このライブシェルとソフトバンクの相性なのか知らない。今日ね、結構プチプチ切れるんですよ、まあ大変、ごめんなさいね。先週はもうバッチシだったんですよね、よろしくお願いします、ごめんなさいね。自称パリ在住って言ってますけどね。え、自称パリ在住って言ってます、ね、パリ在住なんですか。あ、この光かけ橋さん、はい、あらららら、でもパリじゃなくて、まあ、もうクレの方ですけど。いや、ここパリジェンヌが一人いるので。パリジェンヌになると、うん、パリマダムよ。で、これね、8月より秋広島武将隊の毛利元役、元成役を演じているって書いてあるんですけど。去年ちょうど、まあ、リーガーライオルロイヤルの方で夏祭りがあった時に、まあ、秋広島武将隊ステージ出させていただいて、その後フードフェスティバルとかも広島で、あ、写真撮りました、ツーショットで。で、まあ、元成の役をやらせていただいた、まあ、今特にその秋広島武将隊なんか、イベントっていうのは特になんかないですけども、宮島で、まあ、宮島侍ってやってる、そこでも同じように、まあ、厳島武将隊が増えてきましたんで、だん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 、すっごい、でもあの大盛況ですよ ね、 ね、ありがとうございます、ね。今回たまたま僕、まあ、今日はこういう服だったからですけども、毛利の家紋のバッジをつけてる時があったじゃないですか、結構あれが人気ですね、欲しい欲しいっていうのが人多いもんですから、近々販売しようと思います。毛利元成の、はい、ね、伊藤さんも買い込んでくださってね、さっき の、 あのイベント隊のことでね、あの平田さんご提案の広電コスプレジャッキね、いいかも。伊藤さんね、ずっとね、あのコスプレはどうなるのとか言ってくださって、やりましょう。もう3年前ぐらいからね。そうそうそう、コスプレでね、両線でね、みんなが一人ずつ乗ってしたいねって言ってるんですけれども、やりましょうかね。ただ私は野戦とは間に合わないので、大丈夫よ。衣装が。だから見てその格好で乗ってくるわけですよ、どん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 。そうですそうです。要するにあの、クリスマスの時期にね、イルミネーションも素敵なんだけど、もっとこう積極的にね、楽しみたいなというので、あの広電、広島行ったら宇品まで、その広電を貸し切って、それでそれぞれの電停からマリアントワネットが乗ってきたり、いろんな人が乗ってきたりして、武将隊が乗ってきたり、忍者が乗ってきたり、それで、あの、まあ、宇品まで行って、まあ、宇品のどこが素敵なところを借りといて、ちょっとパーティーして、今度は帰りも広電ですよね。今度は逆なんですよ、その電車の中から降りてくる武将が降りてきたり、それからマリアントワネットが降りてきたり、紫式部が降りてきたりしたら、きっと道行く人もびっくりして面白いだろうな、うん、寒いですけどね、冬だからポカロンを張って、だから電停に待ってる間も、みんながえって
まあ、でも電車が来てあのゾロゾロとこうね、あの電停でそれぞれが降りてったら、またそれはそれで今のは何、ね、っていう、そういうのちょっと発案はねもう3年ぐらい前からしてるんですけど、そうなんです。でもでもこのイベント参加隊でできそうですよね。あのいかがですか、ちょっとなんかあの面白いかなと思って、道行く人たちも、うん、だって普通に電車走ってるなって思ってみたら、でもクリスマス時期ちょっと寒いのでもうちょっと違う時期でもいいですね。もうちょっと秋ぐらいみたいな、ちょっとあの風邪ひいちゃいけないから。そうだってマリアントネットここ秋じゃんけんもね。だからまあでもなんかね、そういう面白いかなと思うんですよ、うん、道行く人がね普通に電車が走れるなと思って。でもね、その電停にその格好で行くことが恥ずかしいですよね。そこはもう慣れきるんですよね。そうそうそう、私は女優よみたいな、はい、そうですそう、だからもう女優とか俳優とかにね、うん、もう武将、もう元就なら元就になりきって、うん、忍者なら忍者になり、もう久美ちゃんなれるけど私はならんわ。いや、もう恥ずかしい。やっぱりそこがね、そこがやっぱりね、飛ばにゃいけんと思うよ、ね、飛ばにゃいけんのね、うん、だからイベント参加隊に入るそうそういう時点で、うん、もうそういうキレ、うん、ね、そうそう、飛ばにゃいけん。じゃあ、猫の出ちゃんも入ろう。僕でもね、この間、まあ、グループの中でまあ提案したんですけども、広島の町を舞台にして演劇をしようと。あ、そう、だからちょっと似てますよね、だから。どっかの小屋の中でやるんじゃなくて、そう登場人物 A は中央公園から10時スタート。登場人物 B を平和公園からスタート、そう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 、登場人物 C は広島駅からスタートで、それぞれの役者さんを見たい人はそこの周りで見てるんですよ、うん、リアルに動き始めて、設定で例えばお店に入って例えばカツ丼食ったとするじゃないですか、うん、だからその主役の人が食べてる同じものを頼んだら、まあ、何割か安くなって食べますとか、うんうんうん、普通お芝居というのは見ることと聞くことはできるけども味なんて一緒に味わえないから、確かに今演じてる人がと同じものを食べれば味もわかるっていうようなことをやっていきたいなと。あ、面白いですね。それでほら、画面って言っても結局は二次元じゃないですか、平面じゃないですか、うんうん、だけどこう立体的に 3D、まあ、まあ本物だから、うん、そしたらちょっとダンディーにこう決めてるのをリアルに見て、うん、はあ、なるほどなって、そういう指使い方がね、そういうのもまた楽しいじゃないですかね、ちょっと服の着こなしとか、ちょっとこうね、そうよ、帽子のちょっとかしげ方とか、それいいですね。だから似てる部分もあるんですよ。もうそれは電車を使って移動したりとかしようと思ってたんで、あらあら、はい、そしたらお客さんも一緒になってその電車に乗って移動するわけです。それなんかちょっとコラボしませんかね。いや、なんかね、あの3年前ぐらいかな、そうアクティブリーグスだった時に伊藤さんすぐ乗ってくださって、そうあれきりになったら私もすぐ参加しますって言われるんですけどね、そうなんだ、なんかね、あ、じゃあちょっといろいろとアイデアをね、はい、じゃあそう、みんなが乗ってってどっかで演劇をして、うん、また終わったらみんなでこっちだけ、その、演じる人ももちろん服を着とられますけど、はい、演じない私たち観客も自分たちがこういろいろしたら、その電車の中一つが演劇集団になるんですもんね。うん、まあ、でももう名乗りが上がってますよ、あのデブさんです。あ、まずデブさんはですね、それがし厳島ではあわや左京之助元近でございます。それから今度はあの伊藤さんがね、これどうかなと思うんだけど、ゆるキャラさんたちもお誘いしてなんかわけわかんない。もうなんか相当盛り上がりそうですね。だって道行く人がびっくりしますからね、もうそれこそゆるキャラさんが降りてきたり、武将が降りてきたり、もうだからね、ダンディーな人が降りてきたり、すごい人が降りてきたりしたら、ちょっとあの街をパニックにしたら盛り上がるかもしれない、ね、中町の前はね、あの日銀じゃないですか、あそこはあのよくコスプレの人がね、うろうろするわけね、あ、何って思うんですけどね、コスプレが今盛んですからね、うん、ね、そうですよね、楽しいかもしれませんね、うんうん、なんかやっぱりこう刺激、ね、普通に歩いてるんだって、うん、えって思わずこう一回通り過ぎてもう一回振り返るような、うん、でもちょっと恥ずかしい、うん、いやもうそれは柿さんに俳優魂を習ってください、もう振り捨てて、あれでそのプロデュースすることも考えてらっしゃる、そうですね、自分の学生さんに、まあ、こういうことやると面白いんじゃないとかね、うん、あの演劇を見る方の文化もちょっと作りたいなと思って、もっと親しみやすく見るにはどうすればいいかなると、うん、そうですよね、もうその辺でやっててくれれば一番いいわけですよ、うん、そうですよね、そうですよね、
昔私らが若い頃アングラとかなんとかいろいろあったじゃないですか、うんうんうん、今頃もうないですよね、まあ、あっちの、はい、あの東京の方にはあるかもしれんけど、うん、でもまあ、市民のあれはありますけどね、うん、劇団って、うん、でもそれはもうほとんど見に行く私たちはないですもんね、うん、なんかちょっと広島ね、うん、こうちょっと下火になっているので、うん、なんとかそういうね、さっきの登場人物3人が同じ時間帯に同時に違う場所からスタートするわけですよ、うんうんうん、だから最初 A さんを広島駅から見てる人は B さん C さん何やってるか分かんないじゃないですか、あ確かに確かに、だから同じことをまあ何回かやるんですよ、今じゃ次の時間帯じゃあ B さん見てみる、あ B さん見てみる、はい、でどっかでまた A さん B さんはあったりするわけですよ、だからセリフなんかは別に大きな声で喋るわけじゃなくて普通に街中で普通に会話してるもんなんで、もしかしたら聞こえないかもしれないですよ近くまで行かないと、だからもう起きて破りな最初から台本を渡すとかお客さん、今このシーンをやってますみたいな感じで、あ面白いですね、実験演劇みたいな、うん、ね、あすごい、そんな見たことない、映画のロケをまあ一緒に見させてもらってみたいな感じも見えますし、でもそれももちろんいいけど、私今ちょっと思いついたんだけど、もうすぐ思いつく、もうその見る人も巻き込んでしまったらどうですか、はい、まあそれは考えてますよ、ね、セリフなんかでお前らじろじろ見るんじゃねえよとかっていうようなセリフも言ってやろうかなと、そうそう、そしたらそのノリのいい素人さんなんかはそれに対してはぁ、あ、みたいな、なんか返すリアリティ、まあ、あるし、あんまりこれ言っちゃうとあれですけども、うん、お客さんなんだなと思ってたら実は登場人物だとか、あ、うん、いうのもありかな、なんかその境目がないのがすごくなんか刺激的だ、入場料はないんで、もう自由に見てもらっていいんだけども、まあ、交通費、一緒に移動する時の交通費とか、お店に入ってご飯食べてる時の食事代は自分で、それとか台本代とか台本販売するんよ、そうしてね、分からんもん、食べる時に何をしゃべりくるってここ見ながら、台本はちょっとね、いくらかいただくとか、ね、そうそうそう、まあ、いろんなこと考えてるんです、だからそういう方法がいいのか、あらかじめ映像に撮ったやつを見た後にじゃあスタートしましょうって言った方がいいのか、あ、そのほうが分かりやすいかもしれない、分かってて、あ、今このシーンをやってるから、あ、そのほうが分かりやすいかもしれない、まあ、いろんなことと考えてます、まず予習をしてから戦にはちょっとねついていけんかもから、強そうな方見よったりしたらおらんよなとってくるから、まあでもなんかね、その、はい、こう演劇を見る文化も、はい、本当にね、盛り上げてほしいし、うん、私、広島自体をとにかく盛り上げたいなって思いますね、うん、で、これから歌詞博とか始まるじゃないですか、うん、それもなんか武将隊かなんかで行かれるんですか、まだわかんないです、それ、あでもなんか、うん、まあ、取材は行きます、応援シーズンさせていただいてるんで、取材は行きますけど、でもなんか今、だんだんこう、みんながこうみんなの口に上がるようになってきたので、もうね、すごい盛り上がりそうな気がしますね。ね、いやいや、でもなんかいつも言うけど、カキさんの活動多岐にわたってるから、多岐にわたって頭の整理が、うん、あ、まあ、さっきのあのあれでされたのか、そういろんな整理が、ね、あの役この役これとか言って。うん、スケジュール調整って言うの、いや、もう記憶術の先生知ってるから、じゃあ何でも覚えてる方はそんなことないですよいや、例えばね、はい、カキさん自身のそのスケジュールの管理ってご自分でされてるんですか、自分でやってます。